皆さんこんにちは岡田メソッド TV へようこそ FC マバリの橋川です今回もよろしくお願いいたします今日は趣味の一般原則の最後になる個の優位性についてお話をしたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします では早速守備の個の優位性の原則についてお話をしていきたいと思います岡田メソッドの本では106ページになるところですどうぞあの参照しながらご覧ください守備の個の優位性の原則それは相手に対して優位性のある選手で抑えるということですね優位性のある選手を意図的に使う例えばサイドに相手の スピードののああるる突破力のある選手がいましたそこに対してもやはり相手よりより1対1の強い選手で守っていくこれすごく大切なことですねあるいは高さのあるセンターフォワードがいたこれも逆に高さあるいはヘディングに高さだけじゃなくてヘディングに強い選手で守っていくこういったこう 相手の優位のある選手に対してよりこちら守備側もやっぱり優位性のある選手でこう守っていくっていうことはすごく大切です先ほども話したようにサッカーは組織でやるスポーツですしかし局面局面においてはやっぱこの優位性の戦いっていうのが出てきますねこの局面で攻撃の優位性が勝るのか守備の個の優位性が勝るのか これ組織と組織の戦いに大きな影響をこう与えていくかと思いますだからこそ個人をより大大きくするっていうことは大切なこととは切なですねでは今回も FC マブリりナアンダーテイの選手たちの試合から個の,の優位性のところの映像をこうちょっとピックアップしてみましたのでご覧くださいこれ1対1になってますよねフォワードと。 でもここで体をぶつけていいタックルでボールを奪えるこれ攻撃ってカウンターをこう受けるようなシーンですけれどもここでやっぱこの優位性が勝っとくとカウンターを受けないですねこれはね全くちょっとまた別のようなシーンなんですけれども 個人のこう判断も含めて。すごくいいこの優位性ですね。これ二対一なの状況なんですけれども。こういける。ボールが。遅かった。いけるっていうふうに判断をして、こうボールをバいに行ってます。こういったところもこの優位性になってくるかと思います。今回は。 守備の一般原則の個の優位性についてお話をさせていただきました。局面において、個で守る。そういった選手をやっぱ育てていきたいと思いますね。ぜ、え、ひ、ー、いいね、チャンネル登録、そして様々なコメントをよろしくお願いいたします。次回もよろしくお願いします。失礼いたします。